毎度ドラムステーションコージー村上です。今回ご紹介するこのスネアはですね、なんとですね、日本国内、20代限定、そしてこの輝かしいこのエンブレムを見てください。タマとドラムステーションの、コラボモデル、こちらですね、ベルブラスというあの分厚い、ブラスシェルの、14×4 というピッコロサイズ、そちらの限定品でございます。はい、こちらがついに登場いたしました。結構長いことですね、タマさんとはいろいろやり取りをして、それでやっとこちらの方が完成してきた形でございます。はい、見た目的にはですね、このタマの、スタークラシックの、スモールラグ、タマ の、 あのスタークラシックの 14×4 インチとかにも採用されてますけども、それと同じラグを採用しまして、結構見た目にいい意味でこうすっきりとさせております。やはりフープはですね、ガチッとこうダイキャストフープを採用しまして、やはりそのベルブラスシェルに、フープが負けない、フープでもしっかり音を作ってくれる、そういった形の、内容にしております。はい、そしてやはりあのベルブラスシェルといえばですね、こちらですね、よいしょ、見てみてください、この分厚さ、ね、大体まあ3ミリぐらいの厚さがあるんですけども、要は ブラスのですね、円柱があって、それをまあ型で作るんですけども、それを削ってここまで出してくるという感じなので、例えばあのいわゆる普通の金属シェルのスネアなんかでよく作ってるような、例えばあの1ミリとか 1.5 ミリのやつの、折り曲げてつなげて作ってるやつとかでもないですし、こちらの方は、そういった円柱を削り出して、作っておりますので、かなり、剛性が高く、そして、さらに、まあ、すごく重い、そういった、シェルになっております。はい、で、ストレイナースイッチの方は、このピッコロサイズで使いやすい、このですね、手前の方にカチッとこう引いて、でコンパクトなサイズになっているこちらのストレイナースイッチを使っておりまして、でこちらでももちろん、テンションの調節できるんですけども、こちらのバット部、こちらの反対側の方でもテンションの調整ができるものを、採用しております。ちなみにこれはあのこちらの方のテンション、調整必要なければ、こちらの、ボルトでこの本体外していただいて、ここにこの、スナッピー止めの部分の金属パーツを貼っ付けていただいたら、そしたらあのこちらの調整がないような状態での、バットムにもなります。こちらの、分厚いこういったブラスシェルのこのベルブラスなんですけども、何がすごいかと言いますと、このピッコロサイズであっても、もちろんそのハイピッチにした時の、すっごくスカンスカンと抜けの良い、ピッコロサウンドももちろんなんですけども、ミディアムな、いわゆるあの普通のスネアの感じの音量感、そしてあの音の太さ感も出せますし、さらに、もっと太い感じの音、例えば14の 6.5 ぐらいのイメージの、そういった感じまで出せる、それがそのこの分厚いシェルであるゆえんであり、それによる影響でそういったことができるようになっております。